美しい女性の分析をずっとしてきました。こんにちは、橋本彩子です。今日は美容室オーナーさんでヘッドマッサージ協会代表の矢野城さんのサロンにお伺いさせていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。美しいの定義って何ですか、矢野城さんが考える。美しいの定義はですね、書籍の方にも書かせてもらってるんですけど、うん、まず自分軸、うん、自分軸でいる、うん、で動じない、うん、穏やか、うん、で表情が意図的に行われていないとか、うん、自然って、うん、ニコッとしないといけないから、うん、ニコッとするじゃなくて自然とやってるっていうのが、うん、そういった、まあ、見た感じの美しさっていうのはありますかね、うん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 、でやっぱリズムですかね。リズム、うん、脳波がまず一番興奮してる状態がガンマ波っていうのがあって、うんうんうん、でその次ベータ波っていう起きてる興奮してる状態があって、うん、次にアルファ波が来るんですね、うん、このアルファ波のリラックスした状態でいる人がやっぱり美しいなと思います、ね、うんうんうん、でも実際に一人だったらリラックスできるんですけど、例えば食事の場で、うんうん、初対面の人ばっかりなんだけど、うん、もうその時点でリラックスしてる状態の人、うん、穏やかな人っていうのは美しいなって、あ、動じてないなみたいな、なんかそういう感じで見ちゃう場合はなんかすごい気品があるなと、うん、なるほど、はい、思います、ね、なんか無理してないっていうのが大事なんですかね、うんうん、着飾ってないとかね。着飾るってどんな感じなんですか。着飾るっていうのはですね、僕が思うのは内面よりも過剰に美しくしてるって感じ。内面の美しいレベルと外見の美しいレベルが同じぐらいだったんですね、うん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 、だけど外見の方に意識してるなっていう、外見の方を作り込んでるな、実際美しいんだけど見た感じすっごいもう完璧に近い綺麗なんですけど、喋、うんうん、ってみるとあ、ちょっとっていう無理してるのかなみたいな。そうですね、うん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 、いや内面やるともっと美しくなるのになみたいな、感じたりします。そこがまあ違和感でもあったりするんですけど、あ、なるほど、うん、そういうの違和感も感じやすい方は感じますよね。うんうん、で僕もまあ美容業界でずっといろんな女性を、うん、多くの女性を見てきたので、うん、まあ、その中で美しい女性の分析をずっとしてきまして、うんうんうん、どういう女性が美しいのかなって、うんうん、みんな聞きたいと思いますでさっき言ったような条件がやっぱ当てはまってる方が、まあ、お客様でも来てる方は美しいなっていうふうに思いますね。あと間とかですね、これすぐにも意識できるかもしれないんですけど、かぶせないっていうね、あ、あの話終わってないですね、でやっぱ女性なんでどうしても言いたくなるじゃないですか、なんだけどちゃんと聞いて話を理解してそれに対して答えるっていう単純なことなんですけど、うん、これをしっかりやっていくだけでも男性からの印象は違うかなというふうに、で的を得た返事をいただくくれるっていう方は素敵ですよね。それも難しいですよね。そうですね、だからやっぱ傾聴力はすごく大事じゃないですかね。その返しはやっぱり普段からのインプットだったりとか、うん、まあ、物事をどう考えてるかっていうのが出てくるんですかね。それもそうですね、それもありますし、相手の話をどこまで真剣に聞いてるかっていう、あ、真剣に聞いてればちゃんと答えると思う。なるほどそうですね、はい、語彙がなかなかなくて出てこないっていうのもありますそうですね、うんうん、はい、そうすると、うん、そういうところをちょっとポイントを押さえていくと、うん、男性からのオファーはかかってくるんじゃないかな。出会いがなくてなかなか結婚できないって思ってらっしゃる女性って、うん、自信がないから行動できてないのかなっていう方が多いかなと思って。なるほどなるほど。で多分こう傷つきたくないんだと思うんですよね。なるほど、うん、傷つきたくない、はい、なるほど。そういうのをまあどうやって克服できますかね。僕男性でちょっと参考になるか分かんないんですけど、はい、すごくモテなかったね、びっくりするぐらいもうひどかったんですよ。わかるんですあのまず小学校の時は赤面症で太ってたんですね、はいはい、で丸坊主だったんで当時、でもう自分がもうすごいもうビジュアルがダメで、もう太ってて赤面症で、でニキビがすごかって、はい、女の子に声かけられるだけで、はい、もう真っ赤になるんですよ。もうそれで話ができなくて、はい、女の子と話せなかったんですよ本当に。それで中学に入って、はい、男になろうと思ったんですね、はい、それまでなよっとしてたんで、はい、自信ない子だったんで、はい、男になろうと思って、うん、そして男と一生生きてればいいっていうふうに思い出したんです。
ですね、はい、そっちが楽しいし気ぃ使わなくていいしみたいな、うんうん、って思ってたんだけど、はい、高校に入って、はい、まあ、よく高校デビューとか、はい、あれですね僕、はい、で高校に入って、はい、やっぱ素敵な女性が多いわけです、はい、ならこれはちょっとまずいなと、はい、やっぱ女性も勉強していかないといけないなっていうふうに思って、はいはい、都会の中学から入学してきた、はい、友達が彼女欲しくないって言ってきたんですよ、はい、高校1年生の時に、はい、でまあそうだな、やっぱ一応これからやっぱ女性もかなとかってこう思って、はい、それで紹介に行くわけです、はい、で紹介を年間で週3で紹介行くわけですね、週3で行くと150、60人ぐらい、はい、まあ、年間で紹介をこなすわけですね、はいはい、で女性を知らないんで、はい、毎回好きになるんですよ、はい、紹介できた女の子、うん、毎回好きになって振られるんですよ、はい、ごめんとかって言われて、でそれをもう100何回って言って、だからすごいですね、うん、100回ぐらいは振られましたね、でそれ で,、はい、でずっとやっていくとだんだん見えてきたんですね、はい、女性の心が、はい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 、女性心というか、はい、それであこうした方がいいかな、こうした方がいいかなっていうので、うんうん、高3ぐらいにやっと、はい、モテ始めるわけですね。それでまあ今に至るという、はいはい、まあ、今モテてるかどうかっていうのは別なんですけど、うん、そういう行くとこまでやってみるっていうのも、はい、まあ、もちろん怖いのもあるんですよ、はい、怖いのもあるんですけど、はい、やっぱ数っていうのはもう間違いないな、はい、逆に見てる方は女性の方多いと思うんですけど、はい、男性の方は特にやっぱりね、うん、そういうふうにまだ数が全然だなと思うんですね、うんうん、その結婚できないとか言ってる方はもっとどんどんね、うんうん、いろんな女性と会話するっていうことでやっぱ引き出しは、女性にも言えることですよね、数増やすって大事だと思うので、うんうん、それはね1000とか2000ぐらいこなしてて、うん、私難しいのよって言うんだったらちょっとまた違う原因かもしれないですけど、うんうんうん、もしかしたら数をそこまでね、うん、出会ってないのかもしれない、うん、そうですね、うん、じゃあ本当に食事会とか紹介でもいいと思うんですよ、うんうん、とりあえずいろんな男性のパターンを体感する、うん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 、っていうふうにすると、うん、あの徐々に見え方も変わってくるのかなと思ったりしますね、うんうん、美しい内面を作り上げた上で、で自分に自信を持って自分を肯定した上で人にいっぱい、うん、男性にいっぱい出会っていく、はい、そうですね、そうですね、うんうんうん、男性と女性って全く別物の生き物だとしたら分かるわけがない前提で向き合うっていうのはいいんじゃないですかね、うんうん、分からなくて当たり前ですからね、まあ、私の魅力をまだあなた分かってないでしょみたいな、うん、そういう感じで、そうそうそう、で、うん、その女性も男性っていう生き物も全然分かんないと思うし、男性も僕もそうですけど、うん、女性っていう生き物がどんな生き物かっていうのが分かんないですよね、うん、はいはい、うん、いくらあってもやっぱり全く違うので、うんうん、違うので生き物として違う、うんうん、そういう風に見ると、うんうん、なんかいろんな発見を楽しみながらね、うんうん、なんか出会えるんじゃないかな、うんうん、で僕も男性なんですけど女性性がやっぱり強いので、うんうん、ある程度は普通の男性よりかはお気持ちとか分かるんですけど、うんうん、本当男性男性だったら、うん、なかなかやっぱりね、うんうん、女性の気持ちは分かんない、そうそう、なんで分かってくれないのか、ね、っていうのはあると思うんですよね、うん、だから分からないっていうものなんですよね、あ男性は女性の気持ちはもう分かんない、言ってくれないと分からない、お互い分からないっていうねはいはい、はい、っていう頭でいけばいいんじゃないかな、うんうんうん、そういう前提で、うんうん、いけばいいんじゃないかなと、だから分からないからこそこう自分で自分をいいと思ってないと、うん、相手にもいいと思ってもらえないですよね、うんうん、そうですね、うんうん、まずはやっぱ自己承認ですね、うんうんうん、自分は好きになるっていうね、うんうんうん、僕もあの動画を撮り始めて、うんうん、やっぱ人ってほとんどの人は自分の声って嫌いだと思うんですね、うんうんうん、嫌ですよね声聞くの、うんうん、で動画も見る、僕も動画撮ってるんですけど、うんうん、動画自分の見るの編集するときは一番苦しいんですけど、わかります、本当苦しいんですね、こうスローにして、ね、合わせて、はいはい、だけどそれやっていくと、うん、一あの、うん、人に見えてくるっていうか OK を出していくっていうか、うんうん、自分こういう声なんだっていうので、うん、また一つあの自信にもなるな、うんうん、あ動画とかいいかもしれないですね、あ自分で携帯で動画を撮ってそれを直視するっていうね、うん、癖とかも分かりますよね、自分の、はい、うんうん、あれいいかもしれないですね、トレーニングとして、うん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 、はい、